日本鹿児島県鹿児島市近郊町近郊町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0836。人口は350人、世帯数は237世帯。1963年より、住居表示を実施している。鹿児島市の中部、高月川の川口付近に位置している。町域の北方には、城南町、南方には、天保山町。 西方には、甲月町がそれぞれ隣接しており、東方には、鹿児島湾が接している。町域の多くが、埋め立て地から構成され、海岸部には、工場や事務所等が立地し、国道225号側には、住宅街が広がっている。町域の西端部を南北には、国道225号が通り、海岸線沿いを、鹿児島港の、各不等間を結ぶ。 林港道路が通っている。林港道路の天保山シーサイドブリッジが開通したことにより周辺の国道225号などの幹線道路の交通渋滞が緩和された。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1963年9月11日に城南地区で 住居表示の実施に伴う町域の再編が実施されたのに伴い、塩山町の一部及び、こういう水面埋め立て地の区域をもって、近郊町として設置され、同時に一部で住居表示が実施された。1965年には、近郊町の埋め立て地の区域で住居表示が実施された。1967年には、 金光町27番地先及び高月町30番地先の公有水面埋め立て地が金光町に編入された。1999年4月2日に公有水面埋め立て地の区域を金光町に編入した。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。